さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。いや皆さん、とうとう井上尚弥選手の次戦がほぼほぼ正式に決まりましたね。相手は大方の予想通りというか、もう随分前からこの選手だろうと言われていた IBF の指名挑戦者、マイケル・ダスマリナス選手ですね。で試合日程は6月の19日でほぼほぼ決定とのことですが、この録音をしている現時点では試合会場の発表はまだされていなかったと思います。井上選手陣営としては日本でやることを希望していたはずなんですが、コロナの影響で外国人選手の入国が難しい中、日本でやれる可能性っていうのはちょっと低く、おそらくというか高確率でラスベガスでの開催になるはずです。で試合は6月ということで、まだだいぶ先の話ですし、勝敗予想の動画はもう少し試合が近づいてから上げようかなと思っているんですが、やっぱりこの日本が誇る世界的スーパースターの井上選手の試合が決まったとなると、もう今からワクワクが止まらないわけですよ。で僕もこの次戦が決まったというニュースを見てから、もう頭の中の大半を井上選手に支配されていて、今回は何か勝敗予想ではないことで井上選手の話をしたいなと。で考えたところ、今回の放送では僕が最も好きな井上選手のパンチについて話をしていこうかなと思います。でそのパンチというのが左フック。いやもうね、僕が言うまでもないんですけど、やばいですよ、あの左フックは。完全に芸術というか、あの左フックだけで井上選手が今までどれだけの鍛錬を積んできたのかっていうのが垣間見えるというか、本当あの左フックの話だけで一晩中誰かと語り明かしたいななんて思っています。そのぐらいね、僕はあの左フックが大好きなんですけど、そもそもその井上選手に限らず、この左フックというパンチはボクシングファンの中ではボクシングにおいて最も美しいパンチだなんて言われることが多いパンチでもあって、逆に一番美しくないパンチが右フックなんて言われることも多いんですけど、それはさておいて、とにかくこの前手のフックっていうのはボクシング好きにとってはたまらないパンチなわけですよ。でこの左フックをいかにうまく使えるかというのは、そのボクサーの強さを測る指標としてとても大きな要素だとも思っていて、やっぱり現在そのパウンド・フォー・パウンドランキングなんかに入っているような怪物レベルのボクサーたちはみんな揃ってこの前手のフックの使い方が素晴らしいですよね。このフックに限らず前手の使い方の重要性を指して、左を制する者は世界を制すなんていう有名なボクシングの標語がありますけど、後ろ側の手に比べて相手との距離が近い前の手から放たれるパンチっていうのは、当然試合を通して相手に触れることが多くなる傾向が強いので、この標語の言う通り、前手側のパンチの精度を高めることがボクシングにおいてどれだけ大切なことかっていうのは言うまでもありませんよね。でその前手のパンチとして最も代表的なパンチというのはジャブかと思いますが、そのジャブと双璧をなす基本中の基本となる前手のパンチっていうのが今回話をしていく左フックですね。左フックというか正確には前手のフックなので、サウスポーボクサーでいうところの右フックなんですけど、あんまりその言い方を変えて混乱させたくないので、今回の放送では前手のフックという意味で左フックという言葉を使っていきますね。でこの前手の代表的な2つのパンチであるジャブと左フックの間で大きく異なる点というのがパンチの威力です。相手に最も近い前の手のパンチながら相手を倒す威力がこもったパンチというのがこの左フックの大きな特徴で、 KO を生み出す可能性が最も高いパンチの一つでもありますよね。プラス左フックというパンチをよりユニークにしている点がもう一つあります。それというのが、パンチを打つ時の体重移動が後ろから前に流れる前方シフト系ではなく、前から後ろに流れる後方シフト系のパンチという点ですね。右ストレートなんかが代表にされる前方シフト系のパンチの場合、パンチを打ち込む際どうしても相手との距離が縮まりがちなので、その分パンチをもらうリスクが高まりますよね。
しかし左フックのような後方シフト系のパンチは下がりながら打てるという利点があって、そのため攻防一体的なパンチの理想形でもあるんですね。しかも下がりながら打てることでカウンターパンチとしても使いやすいことを考えると、この左フックというパンチがどれだけ強力な武器になり得るかっていうのが分かりますよね。で、まあそういった様々な要素がこの左フックを最も美しいパンチと呼ぶゆえんだと思うんですが、まあ僕個人としてもどのパンチが一番好きかと聞かれたら、まあ、まず頭に浮かぶのはこの左フックか右ストレートですね。ロマンがあるパンチっていう意味で言うと僕は右ストレートな気がするんですけど、なんていうかそのスマートさとか美しさなんかではやっぱり左フックかなっていう、まあこれはちょっと選ぶのが難しいんですけど、まあ、野球選手で言うところの左フックがイチロー選手で右ストレートが松井秀喜選手みたいなまあこれ本当もう僕の勝手なイメージなんですけど、で何を隠そう、僕が思う現役選手最強の左フックの持ち主というのが今回話をしていくモンスター井上尚弥なわけですよ。まあ井上選手の場合当然ながらその右のパンチも含めた全てのパンチが本当にやばいんですけど、ただまあそんな中でも彼の主要武器としてよく語られるのってやっぱり左のパンチですよね。それこそ左のジャブもそうですし、左ボディショットもあのカネロと並んで世界最高クラスの武器だなんて言われることが多い気がします。ただ僕が思う井上選手の最大の武器というのは左フックのカウンターショットです。先ほども言った通り重心を後ろに倒しながら打てるこの左フックというのはカウンターパンチとして最高の性能を誇っているパンチなんですが、この井上選手の左フックのカウンター技術の高さは現役選手の中でもあのテレンス・クロフォードと並ぶか、あるいはやや井上選手の方が上かというぐらい、もうほんと世界一の武器だと僕は思っています。で過去に何かの記事で読んだ気がするんですが、確か井上選手自身もこの左フックのタイミングに関して絶対的な自信を持っているなんて語っていたこともあって、なので本日は井上選手のプロキャリア全20試合の中から僕が個人的に大好きな井上選手の左フックカウンターを一挙に一つ一つ紹介していこうかなと、まあ、ちょっとマニアックな動画になっちゃうかもしれませんが、まあ、井上選手であれば左フックだけにフォーカスした動画でもきっと楽しんでいただけるはずだなんて思っております。でそのキャリア全20試合を振り返った後に僕が思う現時点での井上選手のキャリア最高の左フックカウンターも決めていければなぁなんて考えております。まあ、今回この動画を撮るにあたって井上選手の過去の全試合を改めて見直したんですけど、いやほんとね、やっぱりというか改めてあの左フックはやばいですね。もう見れば見るほど、まあ、ほんとこのパンチに絶対的な自信を持っているんだなっていうことがわかるっていうか、まあ早速ね、そんな左フックカウンターを彼のデビュー戦から紹介していこうと思いますが、そんな井上選手のデビュー戦というのが、クリソン・オマヤオ戦ですね。まあ、プロキャリア第1試合目ながら、この試合でも極上の左フックカウンターを見せてくれているんですが、そんな中でも僕がこの試合で一番大好きな左フックが、2ラウンド開始30秒過ぎに放ったこの左フック。少し前足重心気味に構えて相手のワンツーを誘い込み、軽くバックステップを踏んで距離をコントロールした後、もう考えられないくらいまで後ろ足側に体重を乗せきっての左フック。もうこの打ち出しの瞬間とか前足完全に浮いているんですけど、なんでこれで体の軸がブレないのっていう。しかもその後に返しの右アッパーまで打っていますから、もうちょっと意味不明というか、まあ、この左フックからの右アッパーっていうのは井上選手の代名詞的なコンビネーションでもあるので、まあ、この後紹介するシーンなんかでもたびたび出てくるかと思うんですが、続いて井上選手の第2戦目から、この2戦目の相手というのがガオプラちゃんチワタナですね。まあ、この左フックはこの試合を見たことがある方だったらパッと思い浮かぶ井上選手の代表的な左フックカウンターの一つかと思いますが、
試合を決めたフィニッシュパンチの左フックですね。まあ、1ラウンド2分も経たないうちに終わった試合だったんですが、手数の多い相手選手の連打をバックステップでいなしつつ、まあ、これまた綺麗に後ろ足側に体重を乗せながら相手のパンチとパンチの隙間を縫うパーフェクトタイミングで合わせた芸術的ショット、まあ、これは相手選手の見事な倒れ方も相まって、まあ、息を呑む美しさが詰まった一撃ですよね。続いてプロ第3戦目、まあ、相手は当時の日本ランキング第1位の選手でもあった佐野勇気選手で、この試合はおそらく井上選手のキャリア全試合の中で井上選手が最も左フックを多用した試合かと思います。というのも井上選手はこの試合の序盤に右拳を痛めてしまい、左のパンチを中心に戦うことを余儀なくされてしまったんですね。なのでとにかく左フックが多い試合なんですけど、まあ、その中でも僕が特に好きな左フックのカウンターショットというのがこの試合の第4ラウンド2度目のダウンを奪うきっかけとなった佐野選手の右をスウェーで外に外しながら打った左フック、まあ、これはフックとショートストレートの間のようなパンチでもありましたが、まあ、このパンチの美しさもまた格別ですよね。そこまで体重が乗ったパンチではなかったと思いますが、タイミングが完璧だったために佐野選手も相当効いたパンチかと思います。そしてこの試合でもう一つ紹介したい左フックのカウンターシーンというのが、このダウンを奪った同じ4ラウンドの終盤、距離が詰まったタイミングで両者のパンチが交錯する打ち合いの中で計5発もの左フックを全てカウンターでヒットさせるという驚異的なシーン、まあ、これスローモーションで見ないとよくわからないかもしれませんが、まあ、まず佐野選手が右フックを打とうと体が開いた瞬間に合わせたコンパクトな左フック、そしてその直後に打った佐野選手の左ショートに合わせた左フックで、その後井上選手は左のボディと左アッパーを打ちに行くんですが、その井上選手の左アッパーの打ち終わりに佐野選手が合わせてきた右に合わせた左フック、そしてその直後立て続けに打った左フックも佐野選手の左フックに合わせたカウンターになっており、最後は佐野選手のパンチをブロッキングした直後に合わせた左フック、まあ、その後も左フックを連発しまくるんですけど、もうどんだけ左フック打つのっていう、もうこの左フックの球数っていうのはちょっと本当におかしいというか、まあ、あとは5ラウンドに見せてくれた相手のジャブをインサイドに外して打ったカウンターなんかも僕の大好物の一つですね。まあ、このカウンター以外にこの試合でも結構見せていたんですけど、井上選手ってかなり頻繁に相手のジャブに左フックのカウンターを合わせるんですけど、こんなこと普通できないですからね。そして井上選手の次戦といえば田口亮一選手との日本タイトルマッチですよね。まあ、この試合も本当にたくさんの左フックのカウンターが出てくる試合なんですけど、その中でも僕が好きなのが3ラウンドの1分過ぎ田口選手のいきなりの右にかぶせたカウンターショット、そして5ラウンド今度は田口選手のワンツーのツーであるボディストレートに合わせたカウンターですね。まあ、この時田口選手もワンである左のジャブで井上選手の視界を覆い隠しながらうまくボディを打ちに行ってるんですけど、絶妙なバックステップが生んだ完璧とも言えるレンジコントロールで田口選手のパンチを外して打ったカウンター、もう本当にこれは攻防一体の完成形というか、まあ、そこまで威力のこもったパンチではなかったんですけど、もう本当息を呑む美しさってまさにこれのことって感じがしますね。まあ、この試合では井上選手田口選手の右に左フックのカウンターを合わせまくってるんですけど、もうジャブにも合わせられるわ右にも合わせられるわで、この井上選手の左フックのタイミングのバリエーションっていうのはちょっと桁違いですよね。そんな井上選手のプロキャリア第5戦目は東洋太平洋の王座決定戦ヘルソン・マンショーとの一戦ですね。まあ、この試合の前の佐野選手との試合、そして田口選手との試合は井上選手にとってもかなり苦しい試合だったと思うんですが、
まあこのヘルソン・マンシオとの一戦は文字通り全局面で圧倒した試合でしたよね。そんな試合で僕が好きな左フックカウンターは2つ。1つ目が1ラウンドの中盤、相手の右パンチをバックステップで完璧に外したタイミングで合わせたカウンターショット。そして2つ目が2ラウンドの中盤、まあ、これも井上選手がよく使う左フックカウンターのテクニックの一つなんですけど、ショートレンジでグッとガードを固めて前傾姿勢で上体を相手方向に預けながら、相手が動いた瞬間即座に頭を後ろに引きながら打つ左フック、まあこれもとてつもない反射神経が可能とする芸術的なショットの一つですよね。いやーすごいですね本当に。そして続く次戦が井上選手の初の世界タイトル挑戦、アドリアン・エルナンデス戦ですね。この試合で紹介したい左フックカウンターは、第3ラウンドの終盤に放ったこの一撃。エルナンデスの踏み込みながらのロングレンジの右ストレートをスウェーバックで綺麗に外し、後方に体重が乗ったまま体を旋回させて打つ左フック、そして返しの右アッパーからのワンツーまでつなげちゃうっていう、いやーこれは本当に美しいコンビネーションですよね。そしてもう一つが4ラウンドの終盤に見せてくれたこのカウンターショット。これはさっきのマンシオ戦でも見せたものに近いパンチですが、ショートレンジでガードを固めつつ相手の打ち始めに即座に反応してスウェーをしながら打つ左フックですね。もうこれとかその動きの速さが井上選手だけドラゴンボールみたいになってるんですよね。どうなってんですかねこれ本当に。まあこの試合で、見事な TKO 勝利を収めて初の世界タイトルを獲得したわけですが、これまだプロ第6戦目が終わったところということで、ちょっとこれ先が長くなりそうなので、この動画は一旦ここで締めようかと思います。次回の放送が後半戦ということで今回の続きになりますので、ぜひ次回の動画も楽しみにお待ちください。まあこの動画のコメント欄に皆様が思う井上選手の好きなパンチ、まああるいは井上選手だけに限らずこの選手のこの試合のこのパンチが好きだなんていうご意見があればぜひともお聞かせください。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思います。今回の放送もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。